ナです。皆さんよろしくお願いします。せーの、本日は対象商品をご購入のお客様に、普段ライブやイベントに行けないという方や地方にお住まいの方にも生配信中にサインをお書きして商品と一緒にお届けしちゃうという企画になっております。また新型コロナウイルスの流行を流行に流行を受けましてリミスタのインターネットサイン会では最新の注意を払って開催しておりますのでご了承ください。では早速帰っていきましょう。バイバイゆーちゃん、書きますね。一人目は、お、ジェシー。なーちゃんの元気は私の元気。日本に帰国したらたくさん会いに行きます。早く性能できるライブになってほしい。心の中ではなーちゃん愛してるようで叫びたい。うちの商品もお世話になります。ジェシー、あれジェシーってあれでしょ、あのミラモン、ミラモンにいつも投稿してくれてるんだよね。投稿ミラモン食堂、いつもありがとう。おい、続きまして、ゆい、久しぶりのリップグロス発売おめでとう。そして日本武道館 3D お疲れ様。新チームお披露目コンサートネモハムルーマでまさかのケンゾーさんとのコラボ、いつかまたケンゾーさんとコラボしてほしいな。だってそう、その話をねしててね、ケンゾーさんとなんかまたコラボしましょうよとかご飯行きましょうとかいろいろ話してて、なんかまたコラボできるように頑張ろうと思います。続きまして、ナナちゃん、え、一緒やん、同じ名前としていつも応援してます。ナナちゃんの歌で元気もらってるので無理せずこれからも頑張ってください。仕事なので音声出して見れないのが残念ですが配信自体は見ます。ナナナナ、え、嬉しい、ナナ、ありがとうございます。同じ名前だよ、ナナ。はい、続きまして、ニワさん、あ、久しぶり。60枚目シングル発売おめでとうございます。ずっと選抜で先頭走り続けるのはとても大変なことだと思います。全然だよ、本当尊敬します。すごい、そんななあちゃんを先生、私はとても幸せです。お体に気をつけて楽しく活動を続けてくれたらと思います。大好きです。だってにわさんありがとね、愛してくれて、私も好きだよ。はい、続きまして、いさおさん、いさお、8年近くナナさんが気になって気になって、なんかやっと2020年の3月に大阪で申し込みが当選したと思ったらコロナで中止。劇場では何度かお会いしていますがオンラインが苦手なので実際にお会いできる日を願っております。ナナさん愛してます。イサオ、運がないね君、イサオさんへ。でも大丈夫、いつか直接会いましょうね。ありがとうございます。続きまして、中さん、 NAKA、 中さん、はじめまして、当たりました、よろしくお願いします。こうやって見せたのみんな嬉しいよね、見せてくね、ごめんね。次、ゆうすけ、お、カタカナですね。ソロコン行きました、すごく歌声綺麗でした、またやってください。だって歌声が綺麗でした、だってそんなことないよ、最近ガラガラしてる、なんかね調子悪いんだよね、ガラガラさん。はるやん、おー、はるやん、こないだオンラインお話しかありがとね、はるやん、大切にします、はるやん、え、最高でした、ありがとうございます。なーちゃんお疲れ、いつもなーちゃんに元気をもらっています、本当にありがとうございます。そう、はるやんなんかめっちゃ謙虚なんだよね、結構推し歴長いはずなのにずっと謙虚。NIKI、 みきちゃん、みき、香港から来ました。なあちゃんはとてもかっこよくてイケメンなんです、大好き、ありがとう。ボンティンロイロイだよ。竹田くん、おー、いつもありがとう。ミュージカル、朗読劇、舞台にドラマ、 AKB の岡野以外の顔をたくさん見せてもらったよ。その中でもお気に入りはドリスタの松田聖子ちゃんのドストライクの世代なので、ナナにもっと昭和のアイドル歌手の歌も歌ってほしいです。いや、いいですね、私もね聖子ちゃん好きになったし、あの桃江ちゃんもすごいね好きになった。絶対絶命ってやつね、絶対絶命好きになった。あ、ハクさん出た、いつもオンラインありがとう。ハク、ハクって名前いいよね、大好き。ナナさん16期というナーモギオンでコラボ配信してくださいね。なんで16期12月24日のオンラインお話し会撮ってるのに楽しみ、ありがとう。私も楽しみにしてる、16期大好き。あ、メッセージない、ひらがなで大好き、多分書き忘れたんだろうな。大輔さん、別れてほしいの彼と、いえダメです、はい、みゆなたん、みゆな
たん、みゆなたん、みゆなたん、久しぶりのヒップガーズのあちゃん、すごいキラキラしてるよ。いろんな表情してくれるから、本当にずっと目でおっちゃん、やっぱ自慢のおしめだなと思います。あ、私がなあちゃんにゴチとか言っちゃった。私がなあちゃんにガチ恋してるって知ってる？知ってるよ、愛してるよ、大丈夫だよ。はい、みほちゃん、あら、これはみ、真実の実に作法の穂だね。あ、本名なんだ。作法の穂、みほさん、なあちゃんの字が好きだから自分の名前を書いてもらって嬉しい。え、私字汚いよ。可愛くてかっこよくて性格も素敵な、性格も、生活じゃない、性格も素敵ななあちゃんに惚れちゃってます。仕事を頑張れるのもなあちゃんの存在のおかげだよ。ありがとう、ラブ。今度初めて参加するお話し会も楽しみにしてるね。みほありがとう。リーさん、 LEELEE、嬉しい。ステージ上のなーちゃんに癒されてるよ。ありがとう。 I love you, me too, love you too。 プーマ台湾さん、おお、知ってる。プーマ台湾、プーマ、あ、台湾の人、同じだね、ゆーちゃん、同じだね。コージーだよ、コージー、コージー、コージー、いっぱい食べて、いっぱい寝て。プーマ、やっと日本で会える、君に会いたい、だって。なんか何、歌詞にできそう、君に会いたい。ちょっと歌詞書こう。ありがとう。お、キャレンちゃん、キャレン丸、キャレン、キャレン丸。なあさま、いつもなあさまのメールに元気をもらっていて、考え方も尊敬してます。歌声も大好き。毎日幸せにしてくれてありがとう。アイドルしてくれてありがとう。応援できるところにいてくれてありがとう。生きててくれてありがとう。キャレン、ありがとう。ハラちゃん、ひらがなでハラちゃん、日本語慣れないのに私に優しくしてくれて本当に。ハラちゃん、ハラちゃん、あったね、あの大丸で、ルックス、性格、人間性、歌声、パフォーマンス、魅力的すぎる岡田さんのことを人として尊敬してます。お互い心身ともに健康でいましょう。遠くにいても離れていても大好きです。愛してます。あ、先日大丸で偶然お会いできてめちゃくちゃ嬉しかったですね。話せたね、ありがとうね。お兄ちゃんによろしくね。レナちゃん、ひらがな、レナちゃん、ひらがなだって。かわいいね、レナちゃん、レナちゃん、え、毎日知らそう、めっちゃ開いてる。何これ、なんかバツされてる。あ、そうなの、あ、なるほどね。はい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 、またね、オッケー、ユーミー、理解した。なあさまの歌声を聴きながら出勤するのが日課ないぐらい毎日朝から元気をもらってるよ。結婚式の予行ムービーも終わったので、やっとおたかつに専念できる。ドボンは某ファンキーママさんと参戦するので、天性の歌声を会場中に響かせてね。そう、めっちゃ歌うの、あのドボンライブ楽しみにしてて。生音めっちゃある。次、コリン、コリン、いつもありがとう。あのお話し会ね、いつもね来てくれるの。なあちゃんがお話し会で私の名前を呼ぶたびにキュンとする。やだ、なんかあなたが書く日本語素敵。キュンとした、私も。なんで、あ、トーマスさん、いつもありがとう。会話してくれないやん、トーマス。え、なあちゃんこんばんは。これから寒くなってくるので体調に気をつけて頑張ってね。武道館ライブ楽しかったよ。今度のドボンも行きます。立川で会おうね、楽しみ。手取り結構ね、いい感じだよ。まゆなちゃん、あ、メッセージない。まゆなは渡辺まゆさんの間に結ぶに私の名だ。名なのな。まゆなちゃん。見てるかな。メッセージ書き忘れたんだね。ありがとう。かわいいね。田中和穂。平和の輪に作法の方。ユニは私の神で、そんなことないよ。カズホ、すごい、メッセージめっちゃ受ける。あんた世界一可愛いよ。もしかして茂木さん推しだったりする？その喋り方は茂木さんしか知らない。シェイクペーパー、シャークペーパー、シャークペーパー、シャーク、シャークペーパー、ペッパー、いや、ペーパーだな。ごめん、ペッパーだったら。ご健康になります。願いはすべて叶います。やっぱビリーバーズだよね。ありがとう、シェイクペーパー。
あ、島田たけし、出たたけし、いつもありがとう。あ、武道館講座みんな。めっちゃウケる。なんで、あの、あれなの？フルネームなの？たけしへ、結婚しようね。オンライン話し会ぐらいでしか会えていませんが、なあちゃんからはたくさんの愛をもらっています。なあちゃんいつもありがとう。なあちゃんとの約束を有言実行しなきゃね。結婚しようね。ありがとう。それゆけ何それゆけ、アッサンマン、それゆけ、それゆけ、アッサンマン、アッサンマン、それゆけ、アッサンマン。なあちゃんの歌声が心地よくて大好きです。とても楽しみにしています。ぜひ歌声聞きに来てください。ドボンライブで歌聞けますよ。あれ歌っちゃうんだからね。あ、ジャーさん、コーヒーの子みたいな字の人、ジャーさんでしょ多分。ジャーさん、ありがとうございます。ジャーさん、なあちゃんお疲れ様。コンサートすごくかっこよかった。その髪色もすごく似合ってる。ライブに来たい。お話し会楽しかったです。もう一度チャットしましょう。ぜひ。ジャーさんありがとう。シェイシェイ。続きまして、ガッチャン久しぶり。ガッチャン、初対面。おい、そうなんだ。ガッチャン、え、もう少しで誕生日なので、おめでとう。ライブにも行きたいけどなかなか行けないけど、またオンラインで話しましょう。ずっとなあちゃんをして信じてるよ。確かに最近会ってない。信じてるよ。江戸川天外さん、はい、かっこいい名前。江戸川天外さん、江戸川天外さん、なあちゃんいつの日か会いに行きます。握手会再開してるといいなって。本当だよね。触らせろよって私もずっと思ってる。本当一緒。レイナちゃんだ。いつもありがとう。大好きだよ、レイナちゃん。レイナちゃんのシールをいつも貼ってます。ちょうどこれを読んでくれるとき、長年の夢の最終面接中だよ。結果はまたお話し会で報告させてね。なあちゃんの存在や思い出が私に勇気をくれるよ。いつもありがとう。なあちゃんにはただただ幸せでいてほしいな。今日も大好きだよ。早く会いたいよ。実は私とっても幸せです。れいなちゃんありがとう。次、純星、純星、星ってなんだ。純星、純星、星マークにしたかったのが漢字になっちゃったのかな。前わかんないけど、あ、ブリゾー、星マーク書いとくね、可愛いから。ラララララ、ブリゾー、ブリゾー。愛しのなあちゃん、初当選ありがとう。なあちゃんと私の年の差は母娘だけど、母心とガチ恋心を行ったり来たりで。あ、じゅんちゃんね。ねえ、じゅん星ってそういうことか。やっぱ間違えてるね。幸せだよ、幸せたくさんありがとう。これからも全力で応援します、ジュンより。あ、そういうことか。星マークが使えなかったってことね。私も愛してるよ、ジュンちゃん。この間お手紙ありがとう。 AX さん、かっこいい。なんか ABX みたい。 AX さん、 AX さんです。私は中国からのファンです。おわいにー、よいなもぎのチャンネルから応援しています。これからも応援していきます。ハロー、シェイシェイ。ユーナモギチャンネルで知ってくれたって。おわいに。嬉しい。ありがとうございます。ミルキーさん、メッセージ書いてないけどありがとう。ミルキー、ありがとう。あ、マーヤ、久しぶり、会いたいよ。マーヤ、マーヤタン、俺のマーヤタン。だんだん。ペンがパサパサしてきたんで買えるかも。まやたん、最近はなあちゃんのお歌を聴く機会が増えてとっても嬉しいです。あとは最近はママもなあちゃん推し。そうなの。ママありがとう。まあや、まあやママ、よろしく伝えて。もうえ、ありがとうございます。もうえ、今ね、チームお試し期間中なんです。ひらがなもえちゃん、なあちゃんこんにちは、初サインです。ジュリナちゃんとなあちゃんのコンビが好きなのですが、最近ジュリナちゃんと連絡取れていますか。全然取ってないです。実は LINE も全然してない。元気かな、会いたい。私もジュリナさん大好き。あ、メッセージがない人だ。マルチさん、マルチ、マルチ、マルチさんありがとう。そうね、早くね。もうニッティ久しぶり、元気、生きてる、はい、ニッティ最近オンラインでね会ってない。ニッティ会いたいよ。なかなか会いに行けないけどいつも応援してるぞ。どんなお方なのも大好きだ。
その言葉を信じて生きていきたいと思います。大好きだよ私も。ありがとう。さくらさくらちゃん、さくちゃんと同じ字だね。さくらちゃん、アナさんこんばんは。リミスター初当選です。大学生、あ、大学受験苦しみながら毎日頑張って生きてます。また絶対ナナさんに会えるんだって思えたらもう少し頑張ってみようかなって思います。大感謝です。大好きです。ギューってしてください。さくらちゃんギュー、受験頑張ってね。ギューしてあげる何回でも。パピコ、あ、出た。パピコいつもありがとう、仲良くしてくれて。パピコ、パピコへ。武道館 3days 楽しすぎました。もぎちゃんとももちゃんとユニットを組みません？奇跡は間に合わない。やってくれたら嬉しくて泣きます。え、全然やりたい。奇跡間に合いたい。かっこいいのやろうよね。いいよね、もぎももいいよね。私もね好き。 F 台湾製 F、 私も人見知りです。 F 台湾、台湾製、製製造機のせい。わかってるよ。サランヘオ、サランヘオ、チョアヘオ。なあちゃんがアイドルになってずっと出会ってよかったと思ってますよ。辛い時も悲しい時もなあちゃんを見るだけで元気いっぱいもらえた気がして本当にありがとう。なあちゃん大好きです。これからも応援してますよ。ありがとう。 F 台湾、あ、C、あと台湾、 C ちゃん、 C、台湾。そうか、リミスタはアットマークとかが使えないのね、星とかね。だからか。しーちゃんずっと応援しています。頑張ってね。ありがとう、頑張る。しーちゃんのおかげで。まだ呼ばれてないから多分あなた大丈夫。はい、次。 MIYU みゆさん、みゆさん、みゆ、初めてなっちゃんのサイン嬉しい。これで国家試験頑張れる。かっこよくて可愛くて綺麗で歌もダンスも考え方も全部大好き。これからもどんななっちゃんも最高なのでオタクにいっぱいいろんな面を見せてね。分かった、包み隠さずオープンしていきます。ありがとうみゆ。すみれちゃん、すみれちゃん、ひらがな、すみれちゃん、すみれちゃん、かわいいね。すみれって名前ってかわいいよね。なあちゃんはじめまして。看護学生で毎日大変だけどなあちゃんの頑張ってる姿を見て元気もらってます。なあちゃんが世界一可愛いです。大好きです。すみれちゃん看護学生頑張ってね。私に注射を打ってください。イエイ。しーちゃんいた。カホ、あ、カホタルと同じカホだ。カホ、体大事よ。カホ、カホさん、カホさん、ひたむきに何事にも努力するなあちゃんが大好きです。可愛さとかっこよさの両方を兼ね備えているなんて本当最強。私はどんな時でもなあちゃんの味方でいるからね。これからもずっとずっと応援しているよ。なあちゃん世界一可愛いを愛してるよ。カホありがとう。信じる、ずっと味方でいて。私がどんなひどいことをしても味方でいてね。ひどいことしたくないけど。夢太郎、夢太郎、そうか、そうか、長いね、3年。夢太郎、ソロコンのサイン入りポスター当たったことを伝えたときに今年はいい年になりそうだねって言ってくれたんですけど本当にいいことばっかりです。なあちゃんの言霊パワー最強ですね。そう、言葉は言霊ってあると思うんです。夢太郎、あなたは今年絶対にいいことがある。大丈夫、幸せになろう。エモリンゴ、エモリンゴ、エモリンゴ、エモリンゴ。なあちゃんこんにちは。怒涛の舞踏会コンサートが終わりいかがお過ごしでしょうか。少しはゆっくりできていますか。いやドボンが忙しくてさ3日間参戦しましたが最終日のなんかちょっと急にで投げキスしてくれたのがとっても嬉しかったです。ありがとう、大好き、愛してるよ。そう、投げキス、そうしちゃった。届いた、なんかしたくなっちゃって。ひらがなの龍を手術頑張れ。ひらがなのりゅう、今後ともたくさんお酒の話をしようね。もちろん酒仲間だもんね。ななちゃんにはいろんなおいしいお酒を紹介したいから、気がつけばもう周りから酔っ払いのんべえって呼ばれる存在になってた。いつかななちゃんと一緒に飲める日がやってくればと毎日考えてる。つまり結婚したい。よし、結婚しよう。毎日晩酌しようね。めぐみん、めぐみん、うんうん、
うん、なあちゃんと出会えて生きるって素晴らしいとたくさん思えるようになったよ。少しでも力になれるようにこれからもオタク人生貫きます。4歳の甥っ子がなあちゃんのことスーパーなあちゃんと言ってて可愛かったです。なあちゃんずっとずっと愛してるよ。スーパーめぐみありがとう。甥っ子バチ可愛いやん。スーパーなあちゃんって何？めっちゃ可愛いんだけど。ウーロンさん、ウーロン MV でゆうちゃんと楽しそうに笑い合っていたのが印象的です。なあちゃんが撮るゆうちゃんも最高に可愛いし、ゆうちゃんが撮るなあちゃんもワンワンみたいで可愛くて大好きです。ワン、ありがとうウーロン。ワン、お、ひらがなで普通のめぐみです。めぐみちゃん、めぐみちゃん、めぐみちゃん。まさか、なあちゃんの好きな言葉は何ですか？私は終われば、うん、始まれば終わる。私はありがとうが好きですかって、なんてピュアなの。いつも頑張ってくれてありがとう、好きにさせてくれてありがとう。今日も明日もなあちゃんの周りが優しさと愛で溢れていますように。大好きめぐみ、あ、このめぐみね、ありがとう、大好きだよ。終わっちゃった、寂しいね。かなえ、かなでるに恵まれてるって書いてかな、かなで、いい名前だね、いい名前。はじめまして、昨年ネモハモきっかけで好きになりました。仕事に恋愛生む悩んだことがあってもなあちゃん見てると自然と私も頑張ろうという気持ちになります。いつもありがとう、これからもずっと応援してます。お仕事と恋愛頑張ろうね、ありがとうかなえちゃん。カズマ、カズマ、カタカナです。カーズマ、いつものカズマかな、カズマ、え、私が知ってるいつものカズマだといいな。うっしゃ、なあちゃん久しぶりです。なかなか直接会ってお話できない状況が約2年続いていて正直寂しいです。武道館2日目だけですがコンサート行きました。遠目ではありますが生で見るなあちゃん本当に輝いてました、最高でした。カズマありがとう、お仕事頑張ってね。よしのり、すごい、好きって書いて何？徳、道徳の徳。え、私もその人いた。よしのり？ハオ？海外ファンなので最近やってみちゃう。あ、いつもオンライン話し会では声が届かないというトラブル続きでご迷惑をおかけしていたにもかかわらず、いつも笑顔でご対応いただいて本当に嬉しかったです。これからも話し会行きます。よしのり、いつでもおいで。トラブルなんてそれさえも思い出だよ、大丈夫。のぞみちゃん、メッセージがない。のぞみ、毎回英語の挨拶をかけていただきます。多分書き寄せたんだろうな。ありがとう、のぞみ。エリタ、ひらがなです。エリタ、エリタン。言う直しになってから人生で初めて推しという存在ができて毎日楽しくオタクしています。なあちゃんの考え方も歌もダンスも演技も癖も癖もかな、癖癖、うん、全部大好きです。尊敬してます、愛してます。次のソロ本ではぜひ関西にも来てください、待ってます。よし、来年関西行きます、待ってて。エリタン、ありがとう。おさむ、あ、いつものおさむだ。おさむちゃん、おさむえ。アイドルイベントに限らず YouTube、舞台、テレビ出演等を多方面に活躍していますが、体調崩さぬよう休めるときはしっかり休み、元気な姿を見せてください。なんかすごい真面目。おさむってこんなだったっけ。え、ふえる、あ、こないだねオンラインであったね。11月で日本に会いに行きますよ。もし緊張しすぎて言葉が出てこなかったらどうしよう、本当に心配。今日も可愛いよ、愛してるよ。大丈夫、私がいっぱい声かけてあげる。フエール、大丈夫、君は大丈夫。カレンちゃん、いつもありがとう。花に恋してカレン、いい名前だよね。なんでゲップ？あ、ねーザ・アイドルソングって感じがして可愛いしか出てこない。みんなキラキラしてて大好きななあちゃんは沖縄の日差しに照らされてさらに輝いてて、なあちゃんの好きな気持ちがまた大きくなった。なあちゃんに出会えてよかった。カレンちゃん、私も出会えてよかった、ありがとうね。大好きで照らされたい。三平、三平まさとも、え、この人の一言めっちゃウケる。可愛いだって。ありがとう、全然可愛くないよ。でもあなたに可愛いって言われたから可愛いのかもしれない。新井さん、新しいに井戸のい、新井さんです。新井さん、
初めてサインが当選しました。とても嬉しいです。大切にします。新井さん大切にしてね。カホにしちゃってね。さえちゃん、ひらがな。さえちゃん、さえちゃん、さえちゃん、なあちゃん、今回も選抜おめでとう。武道館からドボンライブと10月はなあちゃんに会える機会が増えてとっても嬉しいです。お話し会楽しみにしています。ドボンで会おうね。さえちゃん、いっぱい歌うよ。私まゆぴよ、まゆぴよ、まゆ、まゆぴよへ。なあちゃんこんばんは。私は男女の双子なのですが、今までの人生で双子と出会ったことありますか？あとイベントに双子できたら嬉しいですか？え、ファンの人にね、めっちゃ双子いる。男の子の双子もいるし、女の子の双子もいるので、ぜひぜひ、あの双子仲間、多分ね、見つけられると思う。みんなで仲良くなってね。応援してる。サルコ、サルコさん。海外の人かな？サルコ。サルコ。すごい。出していいよ。おいしょいん。失礼しました。サルコ、なあちゃんのことが大大大大大好き。フロムなあちゃん、中国の彼女。ちなみにアンネイさんもなあちゃんのことが大好きです。ありがとう。中国の彼女いっぱいいるの。ありがとう、嬉しい。サルコちゃん、ありがとう。チエちゃん、チエ、チエちゃん、お疲れ様です。いつも市場ばかり話してすみません。なあちゃんの全部が可愛くて、存在自体が酸素です。なあちゃんの存在があるから生き抜けた時期があったし、今も生きてくれるだけでオタクとしてで幸せです。穏やかな人生を。でも私もちえちゃんと市場ばっかりお話し会で話すの大好き。内緒話いっぱいしようね。変な話するの大好き。ありがとう、愛してるよ。くみちゃん、久しぶりの久に美しいで。くみちゃん、しゅうがない、しゅうがない。なあちゃんはじめまして。いつも AKB の先頭に立ってみんなを引っ張ってくれてありがとう。今の AKB が大好きだし、これからも応援してます。もうすぐお誕生日だね。少し早いけどお誕生日おめでとう。素敵な一年を過ごせるように祈ってます。くみちゃん、ありがとう。じゃあ誕生日プレゼントは精一杯の愛情でお願いします。キャンさん、 CAN 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 You can do it CAN。かわいい、かっこいい、綺麗、すべてを兼ね備えているナナさんに癒されてます。ありがとうございます。クッキング選抜の配信で送ったグラス使ってくれて嬉しかったです。ありがとう。もう私食器とかグラスとか大好きなんで、送ってくれたら必ず使っちゃう。キャン、ありがとうね、嬉しい。みわみわさん、みわみわ、みわみわさん、いつも素敵な歌声を聴かせてくれてありがとうございます。ヒサリプのユーナ歌わりパートめっちゃ好きです。なあちゃんの切ない表情で、こちらも切ない。来週はドボンライブに行きます。ショールーム会議の曲は採用されたのか楽しみにしています。あのね、多分ね、採用された曲がね あるんですよ。めっちゃ歌うんで、みわみわ楽しみにしてて。いた、見つけた。みわみわ歌うよ、あの素敵な曲をね。ひらがなで檜山さん、あ、出た。カノンちゃんから応援してます。ねえ、ゆうちゃん、読み方わかんないけど、私が昔さ、あのホラーでさ、ドラマ撮った時のさ、役名の時から応援してくれてるらしくて、あの違う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 、でもカノンちゃんっていう役だったんですけど、病気の病気だったんですけど、私ありがとう。檜山さんってことはめっちゃ子さんじゃん、あなた。そっか、嬉しいな。ブラックさん、シューガンナイツ、ヘイ、ブラック、新曲発売おめでとう。ソロコンミュージカル歌唱力でなあちゃんの歌をたくさん聴けて幸せでした。チーム A でも見れるといいな。楽しみに待ってるね。今回は自分の時に止まらないといいな。確かにね、チーム A 公演は多分ね、11月中にはね、出れる見込みはあります。頑張ります。渡辺、ひらがな、渡辺さん、かっこいい。なあちゃん、いつも応援してます。なあちゃんの3番目に好きなアニメは何ですか？3番目って難しいね。でも最近好きだったのは、うーん、そのビスクドールは恋をするが好きだった、最近はね。そら、そらさん、漢字だね、そら。そらさんへ、ね、そらって名前いいよね。子供産んだら絶対そらにしようかな。
清水羽です。羽ちゃんと呼んでください。私はユーナーのファンだ。ユイリとずっとラブでいてください。なあちゃんの歌声を聞くたびに心が動かされる。あなたの歌がずっと聴けますように。いつも応援してます。海外の方だね。ありがとう清水羽ちゃん、ありがとう。どんぐりっこ出た。どんぐりっこ、どんぐ、この間あのお話し会で初めてなんか仕事してる姿見てなんかギャップにやられた。岡田奈々さんはいつもあなたの歌声に感動しています。 AKB の奈々さんは大好きですが、ソロの奈々さんも好きです。武道館最高でした。特に桜の羽なびらたち、自然と涙が。ぜひソロコンでも武道館連れてってください。絶対武道館行こうな。あわよくば20代のうちに武道館にソロで行くのが目標です。しーちゃん SGE、 しーちゃんありがとう。なあちゃんは本当にずるい。毎回会う時も素晴らしいしかっこいいし、毎回もっともっと押したい。もう髪押しだけどね、わら。もう我慢できないです。めちゃくちゃ愛おしいから。どうすればいいんですか。いつの日か私を覚えていてくれたら最高。しーちゃんそんなに愛おしいなら私のことを死ぬまで愛してください。よろしく。一緒の墓に入ろうね。竹文さん、健康の健に文章の文で竹文さん、なあちゃんとお犬を こよなく愛するものです。初めてなあちゃんを見たのも神奈川県の YouTube でお犬を抱っこしている姿でした。すごく可愛く印象的で、なあちゃん AKB のファンになりました。サランちゃん、ミランちゃんに早く会えますように。そう、私も犬大好き、愛してる。あれ、新井さん2人目、あれ2枚目どういうことだ。また新しいに井戸の井だよ。新井ちゃん、いつも可愛いなちゃん。武道館のコンサートとても良かった。10月24のドボンライブも観戦しに行きます。来月はお誕生日ですね。おめでとう。早く直接話がしたいので29日からのお話し会が楽しみです。大好きななあちゃんや、あーのぼるちゃんね。はいはいはい、何言う、あらいってあなのぼるちゃんかい。大好きだよ、ドボンで待ってるね。お、メッセージがない。堀田さん、堀田つねまさ、つねまさ、ワンダフルライフ、堀田つねまささん、フルネームでありがとうございます。つねちゃん、萌えな、萌えな、会いたいよ萌えな、萌えな。毎日なあちゃんの存在に救われてます。今日も最高に可愛いね。大好きだよ、愛してる。 My sweet angel。 直接会いに行けないのは辛いけど、オンラインでお話とかできて嬉しい。遠くから応援しています。早く会いたいな。なあちゃんこっち来ませんか。行きたい、海外行きたい。待っててね、すぐ行くからね。ケンケン、カタカナケンケン、ケンケン、え、一言書いてあります。好き、私も好き。はい、ひらがな、しんご、しんごへ、楽しんご。嘘です、しんご。根も葉も元彼と外れてきたなあちゃんのサインをようやくゲットできて最高に嬉しいです。ところで岩下の新生姜がお好きどうのことで、そのまま食べる以外でおすすめの食べ方があればぜひ教えてください。そのまま食べる以外のおすすめはありません。以上です。さちこ、サチコへ、なあちゃんいつも元気と勇気をありがとう。ずっとずっと大好きだよ。サイン当たって嬉しすぎる。宝物にするね。優しいサチコを宝物にしてください。めっちゃ嬉しい。リョウタ、リュウと書いてリョウと読む。あなたはいつも謎が多いな。リョウタ子さんです。リョウタさん、え、なあちゃんの歌声は心を揺さぶられます。今後も舞台やコンサートでの活躍を期待しています。あ、なんか真面目。どうした亮太、めっちゃ真面目やん今回。王さん勝負、おうおう、王さん勝負、王さん勝負、え、嬉しい。王さん勝負、後から変
変更できないことを知らずにふざけた名前でサイン会申し込みました。どうも、オオサンショウウオです。なあちゃん、今日もとても可愛くて最高に愛してるよ。ドボンライブも楽しみにしている。ラブ。会おうね、ドボンで。オオサンショウウオ。全然ふざけてないよ、可愛いよ。リナ、愛してるよ、リナ。リナへ。カタカナ、リナちゃん。いつもありがとうございます。今後もたくさんお話ししたいです。なあちゃんのことならすべて知りたいので、いろいろ教えてください。もちろん、もうバストからヒップからウエストまであなたになら全部話しちゃう。体重も何でも言ってあげる。体重言ってくれるの？うん、でも最近乗ってないんだよね、体重。まあね、見た目の方が大事だ。ジェスさん。待ってます。お気をつけていらっしゃい。ジェス。ナナさんのソロコンサートオンラインで見ていると本当に素晴らしいです。歌声に感動しました。ライブコンサートに参加できることを願っています。台湾で応援してます。ジェスありがとう。台湾行きたいわ、行きたいわ。ルルちゃん RULU ルル A ルル武道館3日間お疲れ様でした。銀河のチェックでみんな愛してるよって言った時にナナさんを押してて幸せだと思いました。本当に大好きで愛してます。これからも無理せずたくさんメンバーにもファンにも甘えてください。応援しています。いっぱい甘えさせてもらいます。ルルちゃんありがとう、愛してる。はい、星によると書いて聖夜と読みます。一言書いてないね。聖夜さん、聖夜さんって聞くと霜降り明星さんしか思い出さない。星に夜せいや、ありがとう、大事にしてね。ようさん、ひらがなだ、よう。嬉しい、上司におしめがあったのに。ようさん、ありがとう、私は頑張ってね、お仕事。初めまして、キラキラ輝いてるなーちゃんを見て大好きになりました。健康第一で無理せず頑張ってください。初めてのサイン楽しみに待ってます。これからもずっと応援させてください。ようさん、ありがとう。あ、かわいいルルちゃんいる。せいこさん、せい、ゆうな、ありがとう。聖子さん、いい3回目の応募でようやく当選しました。最近足を骨折したり、何牡蠣に当たったりとついてなかったのでとても嬉しいです。大丈夫？私さ、人生でさ骨折したことなくてさ、節子さんのさ、ごめん、聖子さんの気持ち、聖子だよね、節子、あ、聖子、聖子の気持ちが全然わかんないんだけど、お大事にね、頑張ってね。あみ、あみちゃん、いあみちゃん、なんだってなんだって。いつもなーちゃんの姿に元気と勇気もらってるよ、ありがとう。辛い時は無理せず休んでね。どんななーちゃんもずっとずっと大好きです。私は明日から遠征全最後の、あ、合宿なのね。今日サイン会を力に頑張る。大好きだよ、頑張って。あみちゃん、絶対あなたならできる、強くなる、できる。カン君、あの痴漢のカンのカンです。男と書いてやめなさい、やめなさい。カン君、カン君メッセージ書いてない。カン君、アミちゃんいる、かわいい。カン君メッセージ書き忘れてるよ。キタさん、ひらがな。ユウマさん、キタさん、キタさん、なーちゃんこんにちは、こんばんは。神曲、新曲すぎてヘビロテしてます。武道館コンサートも最高でした。まだまだ AKB48 応援していきます、大好き。北さんありがとう。ごめん、今新曲と神曲逆に言っちゃった、ごめんね。ササチュー、ササチュー、この間オンラインになったばっかり、大好きだよ、ササチュー。サインありがとう。新曲のなーちゃんも可愛くて最高です。なーちゃんと AKB に出会えた奇跡に感謝。これからもずっとずっと応援します。モルさん元気？サザチュー元気。ヤギの名前ね。ねえ、おえ、まさこ、まさこさんへ。そう、250人毎秒で最高。キサリプで可愛い衣装のなーちゃんを見て、かっこいいなーちゃんも大好きだけど、可愛いなーちゃんも大好きだなって思いました。なーちゃんの全部が大好きです。まさこありがとう、嬉しい。トラスポッチ、あ、なんか聞いたことある。トラスポッチ、トラスポッチさん、なーちゃんはじめまして。10月27日が25歳の誕生日なので、ハッピーバースデートゥーユー、ということで最高の誕生日プレゼントをいただくことができました。ありがとうございます。これからも応援しています。大好きです。お誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう、トラスポッチ。ピョンスピョンス、ありがとう。グループ活動
動もソロ活動も応援しています。キラキラ輝く岡田さんが大好きです。マギー、ソロコン、明治座、歌唱力、武道館、全部最高でした。ピョンス最高、全部見てくれてるじゃん。オタクの鏡、ありがとう。ゆきみすごい未来のラインに美しいで、ゆきみちゃん、ゆきみ大福、みんなに笑顔と感動をくれる岡田奈々ちゃんを尊敬しています。同い年でこんなにすごい人がいるんだから自分も頑張ろうって奈々ちゃんを見るたびに思います。今度初めてお話し会に行きます。ゆきみ大福待ってる。嘘、勝手に大福とか言ってごめん、待ってるよ。アメミー、あ、出た、いつもありがとう、アメミー、友達、アメミー嬉しい、アメミー、大好きなの、制服が邪魔する。お疲れ様です、ナーさん、今の赤い髪も似合ってて、似合わない、髪色、髪型は存在しないなって思います。それくらい好きな顔だと再認識してる日々です。武道館のリコアは行きましたが、どの曲も可愛くてかっこよかったです。これからもずっと好きです。応援してます。私もアメミーのこと大好きで、ありがとう。吉郎さん、ひらがな、はい、吉郎ちゃん、吉郎さんへ。鉄道会社勤務の吉郎です。過去は2回とも外れましたが、今回は見事に当たり、おめでとう。会えなくなって3年近く、列車の柄のマフラータオルを首に巻いて握手会に参加していたやつ覚えてますか？あ、なんか覚えてるかも。早くリアルでお会いしたいです。でも3年会ってないからね、忘れてたらもう一回私に何叩き込んで、私の目と心に。吉行、出た、吉行へ。マジか、マジか、吉行。力強さ、かっこよさから切なさ、悲しさまで、なーちゃんの幅広い歌声ほんと好きです。いつも全力のなーちゃんの存在にいつも力をもらってます。下ネタにも全力のなーちゃん大好きです。大好き、下ネタ今すぐ叫んであげる、嘘です。マイマイマイクさん、あ、いつもありがとう、大好きだよ、マイマイマイク、マイク、なーちゃんこんばんは。新曲発売おめでとうございます。私的に今回の新曲は夏全開でアタックでドタイプです。もう秋ですが、なーちゃんは今年夏らしいことできましたか？これからもずっと応援してます。大好きです。夏らしいことはできなかったんですけど、かき氷をたくさん食べました。美味しかったです。はい、はい、希望の木に歩くです。希望へ、よし、2年目もよろしくお願いします。こんばんは、ナナさんのすべてが大好きです。これからもおかげながらですが応援させてください。影じゃなくて表だって応援してください。キホちゃん、ありがとう。ルイ、あ、中国の人だって。ルイ、ルイへ、お手紙も見ます、ありがとう。ニハオ、中国からのファンです。ナーちゃんのことがずっと大好き。ナーちゃんの歌を聴くたびに感動。ナーちゃんにもう少し自信を持って自分にプレッシャーをかけないようにしてほしいです。なーちゃんは私にとって永遠のナンバーワンです。私に期待しないで。はい、ありがとう、ルイさん。はい、久しぶりの光さん、久しぶりの、久しの光、光へ。コロナ以来、ななちゃんに直接会えてないけど、テレビや SNS を通じて、ななちゃんのことずっと応援してます。今日、ななちゃんが夢に出てきました。え、大好きじゃん。久しぶりに会って、光って名前を呼んでくれて、嬉しくて号泣する夢でした。これが、まさ夢になりますように。光、久しぶり。大号泣だ。いや、泣いてないと思うけど、笑顔だろうね。ありがとう、光。ペンさん、父ちゃん。ペンさん、丸。父ちゃん、ペンさん丸、父ちゃん、言う直しです。また当たって嬉しい。来月パン屋開店して4周年。行きたいんだけど、どこにあるの？店のことで悩むとき、病気になり辛かったとき、なーちゃんやゆいり、AKB が前へ進む力をくれました。笑顔になる魔法をかけてくれました。頑張れる、ありがとう。どこのパン屋教えて、行くわ。自分、ちなみにゆうちゃん大好きだよ、パン。むむちゃん、ムームちゃん可愛いね。ムームちゃん、サインがもらえて嬉しいです。なーちゃん痩せすぎて心配です。ぜひ体に気をつけ。本当？後で足見せてあげるよ。全然デブだから、足今日生足だよ。はい、マスミ、 MASUMI、 マスミ、いつも最高の笑顔とパフォーマンスありがとう。ドリフト良すぎて2回見に行っちゃった。可愛くてかっこいいなっちゃんをこれからもずっと応援しています。溢れる
笑顔と歓声ですね。はい、ありがとう。ハタボー、あ、出た。私ハタボーさん大好き。お話ししたい。ハタボー、ハタボーえ。だってハタボーさんなんか面白いんだもん。いつも大好きです。最近では母親もなーちゃんかわいいねと言っております。忙しいと思うので休めるときにゆっくり休んで楽しく過ごしてくださいね。このサインでまた一つ家宝が増えました。ありがとう、大事にします。ママもありがとう。ハタボーママどうもありがとう。初めてのめ、ありがとう。永遠に輝くセツコリン、何それ面白い。永遠に、永遠に輝くレンナセツコリン、かわいい、そんな感じ。セツコリン、セツコリン、ゆりちゃんのおかげで何事もない。なんか長かったからちょっと字汚いけど許して。セツコリン、なーちゃんこんばんは。いつも幸せをありがとう。今度16人で久しぶりのリップルーズ踊ってみたしますね。いつも踊ってくれてありがとうね。ナナさんパートを担当するので、ナナさんが特に気合い入れてるとこ教えてください。ダンスの報告またさせてください。ビッグラブ、あのね、あそこどこだ、キヨちゃん、あのあそこ、私が気合い入れてるのは1サビの、久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ。首、ここ首に気合い入れてる。頑張ってね、セツコリン応援してる。あ、なんだろう、ジュンジュン、あ、ジュンジュン久しぶり。ジュンジュンね、え、俺の容姿、かっこ毛量とかわらわらが変わっても覚えてくれてたら嬉しいな。ずっと大好きです。え、全然覚えてるよ。毛量少ないよね、もともと。あれ、そんなことないっけ。ジュンジュン覚えてるよ、大好きだよ。ビオラ、あ、この間オンラインありがとう。ビオラ、ビオラへ、なーちゃん初リミスター、おめでとう、ありがとうございます。ついにユーナーさん入りのアザージャケットお揃いできるんだ、嬉しいです。だってじゃあユーナーでぜひぜひ応援してください。飾って、あ、小谷さん出た。小谷さん知ってる、いつもいつも小谷でーすって言ってくれるから優しい。やっぱ自ら名乗ってくれる人って優しいよね。なーちゃんの真面目で元気で頑張っていて、それでいてお茶目なところが好きです。応援してます。お茶目、ありがとう。私も小谷さんのこと好きだよ。みすず、みすず、え、みすず元気？なーちゃんを好きになって1年と少しの新規です。看護師をしていて今日は夜勤なので生配信は見れませんが、これを糧に頑張って働きます。看護師さん頑張って、私に注射打ってください。次、さやちゃん、ひらがな、さやちゃん、さやちゃん、いつもなーちゃんに癒しと元気をもらっています。武道館コンサートすごく楽しかったよ。リップクロスのお話し会や来月の元カレデスイベントも行くので、たくさん会えるの楽しみにしてますね。なんかイベントあるらしいね、直接会えるやつ、めっちゃ楽しみにしてる。自由、自由、 GZIYUEVU。なーちゃんの歌声が大好きで、なーちゃんの 歌を聴けば生き続けるだって。これからもずっと応援したいと思います。じゃあいっぱい歌うから120歳くらいまで生きててね、自由、よろしく。あ、ゆうき、やっほー、ゆうき漢字だね、ゆうステーキじゃないのね、ゆうき、ゆう漢字バージョンでさ、うん、樹木の樹、樹木の樹、ゆうきへ。久しぶりのアイドルソングで MV めっちゃ可愛かった。特に仲良し2人組での撮影がほんと楽しそうで最高。いろんな体操の曲を出せるのが AKB の良さであり強みであり大好きなところでです。 PS11 月はイベント盛りだくさんになりそうで今からとてもワクワク、ラブラブ、勇気ありがとう、大好きだよ、見てる。ベイビーズ、あ、デイビッド、よくね、あのお話し会に参加してくれるね、デイビッド、日本語ね、すごい上手なの、デイビッド。イギリスのロンドンから来ました、頑張ってください。イギリス行きたい。私が今一番行きたい海外はイギリスのロンドンとシンガポールなんですよ。デイビッド、 Thank you, I love you, I love you so much, have a good day。 下川さん、下尾の下に、川本の川、下川さん、おい、
なっちゃん選抜おめでとう。最近はお芝居などにも挑戦していろいろなことにチャレンジする姿に勇気をもらってます。これからもいろいろなことにチャレンジするなっちゃんを楽しみにしてます。そうね、お芝居下手なんだよね。でもありがとう、またなんかやるよ。ミラクルドリーム、ミラクルドリーム、えミラクルドリーム、少し早いですがお誕生日おめでとうございます。これからも応援しますので頑張ってください。 Thank you Dream。 あ、斉藤正文、まさかのフルネーム。時間かかるからちょっと黙るね。斉藤の文字って結構むずいの知ってた？ゆうちゃん、ねえねえ知ってる？ゆうちゃん、斉藤って字難しいんだよ。難しい方でしょ。そう、ありがとう。これ絶対テストの時さ、このサイ書くだけで時間食われて、おーってなるやつだよね。私も岡田だからさ、岡田もいいね。岡田もいいよね。斉藤さん、ありがとう。いつもあ、斉藤行かないで。今度お話し会でゲームオブスローンズの話をしましょう。だから残りにはなるべく早く見てね。なーちゃん大好きです。ねえマジでゲームオブスローンズの話見よう。でもね残り1話までねたどり着いたんだ。あとちょっとな。 GOT ラブ、 GOT ファンを探してる。仲間が欲しい。あ、優しい。フルネームでごめんよ。全然いいよ、早く話そうね。てんてん、天才の天が2つでてんてんさん、てんてん、なーちゃんは最高です。これからも応援しています。てんてんも最高です。大好きだよ。そうなの、あ、出た。そうなの、いつもね、そうなの。私にね、ココアを嫁にくれって言ってくる。あげないけど、たまにしか見られない目尻が下がる笑い方が昔からすごく大好きで、長住、かっこ妹を含む岡田家の中の良さも毎回楽しく拝見させてもらってます。そしてどんな時でもすぐに萌え台詞を言ってファンを喜ばせてくれる柔軟さと頭の回転さの速さに日々尊敬です。そうなの、愛してるよ。でも嫁には絶対あげない。浅香さん、ひらがな浅香、浅香さん、浅香さん、赤坂坂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 さん、武道館を通してなーちゃんのパフォーマンス最強で最高で大好きだなって改めて思いました。なーちゃんにたくさん甘やかされたいので私も岡田同盟に入りたいです。全然いいよ、同盟大歓迎。あの人数制限ないんで誰でもウェルカム。うん、いっぱいハグしてあげる。ゆうき、あ、もう一人のゆうきだ。脈が早いゆうきね。ゆうき、勇気へドキドキ、サインありがとうございます。久しぶりのリップクロス、可愛く MV リピートします。めっちゃ盛り上がる曲だと思います。少し寒くなってきたので体調など気をつけてお仕事頑張ってください。勇気ありがとう。大好きだよ勇気。直樹クロード、直樹クロード、口笛吹けない。直樹クロード、オンラインは苦手なのでこういう機会しかメッセージを伝えられませんがいつも応援しています。かっこいいなーちゃんが大好きです。直樹クロードさんありがとう。いつか直接会えたらぜひ来てください。あ、聖火出た。聖火、聖なる夜の聖に華やかな花で聖火、聖火ちゃんいつもお手紙とかありがとう。久しぶりのリップグロス発売おめでとう。初めてなーちゃんのサインゲットできたって。いつもなーちゃんのおかげで辛いことがあっても乗り越えられます。かっこいいとかわいい両方兼ね備えたなーちゃんが大好きだよ。これからも自慢の推しメンです。私も聖火のことが大好きです。頑張ってね、乗り越えようね。いろいろひらがな、ケイティさん、ケイティさん、トゥルルル、ケイティかっこいい曲のなーちゃんも、ヒサリップの最高にかわいいなーちゃんもどっちも大好きです。体に気をつけて健康第一で頑張ってね。ケイティありがとう。全然たまちゃん、ひらがなたまちゃん、トゥルルルルトゥ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 ルトゥトゥ、久しぶりのリップクロス最高です。なー様のキラキラに当てられて光合成できることが私の生きがいです。大泣き、いつも楽しませてくれてありがとう。光合成して、はい今光合成して栄養摂取して、大好きだよ。キンちゃん、ひらがな、キンちゃん、え、日々のな
ナーメールに励まされ生きていきます。ファンの存在がナーちゃんの心身のお薬になれていたら嬉しいな。日々進化する岡田の楽しみにこれからも応援していきます。いつもありがとう。キンちゃんありがとう。あのライブで見つけたようなすごいいい席だったね。果物の桃です。桃ももちゃん、ももちゃん、え、ももちゃん、読めるなら読んじゃったら、ゆうちゃん、ずっと大好きです。武道館コンサートのプライオリティ最高でした。ヘイトの最後に大型モニターに映った顔がエッチすぎて何回も見返しています。というかふとした時の顔がいつもエッチですか。いつか旭川にも来てください。こんな顔してたかも。ありがとう。エロい顔ができるようになるのが今年の目標です。ありがとう。夏木。ひらがな、なつきさん、なつきさん、ソロコン行かせていただきました。歌も衣装も全てが私の好み。楽しかった。何を話したらいいのか分からなくて、お話し会に参加したことないんですけど、参加したい気持ちを山々で、何を話したら良いのでしょうか。じゃあなつきさんの性癖とか全然教えてもらっていいんで、あのぜひお話し会来てください。ありがとう。次、漢字のなつきさんですね。夏、暑い夏に、あの木先の木で、なつきさん。この人はメッセージが書いてありません。書き忘れたのかな。なつきさんありがとうございます。次、みな、みなさん。これでみなって読むの、海外の人かな。ジュリナさんのジュに、那覇のな、ジュナじゃないんだ、みななんだ。カウントダウン TV のナーモギスライダー最高でした。ネモハもバキバキに踊るナーちゃんも、ユーナーペアのリップグロスも大好きです。これからもずっと応援しています。スライダー超楽しかったよ。びしょ濡れ大好き。プール行きたい。ケンゴさん、憲法の憲ってむずいんだよね。ゆっくり書くね。憲法、憲法、ケンゴ、ケンゴさんへ、ケンゴさんへ、オンラインお話し会や福祉会、いつも本当にありがとう。なーちゃんからいつも元気もらってます。これからもたくさん応援させてください。ケンゴありがとう。応援してください。それが頑張れる秘訣です。私のアオリン出た。アオリン、アオリン、とにかくなーちゃん大好き。なーちゃんの全部が好き。この先何があっても応援し続けるのでよろしくお願いしますね。わら、早く会いたいよ。言ったね。何があっても応援してね。何があってもだよ、何があってもだよ。よろしくね。ジョータ、ジョータ、ジョータひらがなです。ジョータ、ジョータへ。このシングル久しぶりに買ったので話しましょう。唐突ですが、なーちゃんの森へ行こうが見たいです。誰かが叫んだよ。はい、もう見せた、もうやらない。はい、ともやん、ともやんへ。ともやん、なーちゃんこんばんは。武道館最終日行きました。ポニーテのアカペラ良かったって。最後のギンガムチェックのみんな愛せるは俺もと心の中で思ってたよ。また武道館でコンサートしてくれるといいな。いつかソロで立てるように頑張ります。みんなでもまたやりたい。のんさん、 NONG のんのん、こんにちは。私はタイからの留学生。あー、コップンかー。 AKB48 のファンです。私はユーナファンです。新しいシングル選抜おめでとう。私はなーちゃんとユーちゃんをいつも応援しています。頑張ってください。サワディーかー、コップンかー、ありがとう、かーかー、ありがとう。なんて読むんだろう。 YEEWING ウィ、うん、読めない。あ、イチョン、なんだよ、イチョンか。どうも実はイチョンです。今回のサインは本名でよろしくお願いします。ねえ、イチョン、なんで本名なの、誰か分かんなかったね。カツヤ、カツヤ、カツヤさん。え、この間オンライン来たよね、カツヤ。カタカナ、いつも元気もらってます。プライベートメールもアプリ版で登録していまして、いつも7つ送ってくださるので楽しみにして読ませてもらっています。またオンライン話し会も参加しますのでよろしくお願いします。体調に気をつけてください。カツヤの体調も気をつけてください。応援してます。ニオちゃん、ひらがな、かわいい、一言だけ書いてある。ニオちゃん、なんだと思う。一言、めっちゃかわいいよ。大好きです。ベベー、大好きです。だって、あ、ゆうちゃんずだって、ゆうちゃんず。私がいっぱいいるってこと？そう、多分、ゆうちゃんず。ゆうちゃんず。このメッセージを読まれてるときは4度目の正直で当たりました。なーちゃん、ありがとう。ゆうちゃん、おめでとう。ゆうちゃんずおめでとう。ありがとう、ありがとう。まっ
さん、まちゃまちゃ、まちゃまちゃ、まちゃさん、まちゃさん、まちゃ、まちゃさん、まちゃさん、武道館ライブお疲れ様でした。初めてサイン当たったよう、嬉しくてたまらない。宝物にします。ぜひ。まちゃさんありがとう。コージラッキーセブン、はい出た。コージラッキーセブン、コージラッキーセブン、なっちゃんの歌声もパフォーマンスも全部最高だ。最近コンサートや公演でなっちゃんを見てると涙腺ジュジーがすぐ発動しちゃうよ。わいは見守ることしかできないけど、なっちゃんの夢の続きをこれからも応援させてね。大好きやでなっちゃん。私も大好きやでコージ。はい、みさきち、みさきちありがとう。いつもみさきち、ひらがなみさきちへ。今回のシグルのなーちゃんとても好きです。今回 とは言わずいつも好きです。夫婦でまた参加するのでたくさん思い出作ろうね。今日お疲れ様、大好きだよみさきち。夫婦で仲良くね、喧嘩もあるけど頑張ろうぜ。NANO なのさん、なのさん、ドボンライブなーちゃんのソロ曲楽しみだね。ニヤニヤ。私はなーちゃんのハモリ大好き。あ、多分ハモリ聴けるよ。いつかハモリありの曲が落とし穴チャンネルで聴きたいな。落とし穴チャンネルのまたあなたのことを考えてた、一人でハモってるので聴いてください。もう出てます、よろしくお願いします。はい、たけ、たけさん、ひらがなですね。たけさん、たけさん、たけさん、ユーナモギオンって書いてある一言。なんで、しかもこれ、このマーク何。ゆうか、ありがとう。ゆうか、ゆうか、ちょっと待ってね。ゆうか、ゆうか、ゆうか、漢字、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんへ。新曲発売おめでとう。ゆうなもぎゅんのジャケット CD 買ったよ。武道館のゆうなハモリ最高だった。来月の出演ありがとうの振り返りイベントで久しぶりに会えるのが今から楽しみ。いつもありがとう、ななさんが大好きです。ゆうかありがとう、私も大好きだよ。はるか、ひらがなです。はるかわーい、なーちゃん当たったよ。残業終わりで当選メール見て一気に元気になった。いつもありがとう、あなたが推しで宇宙一幸せです。大好き。残業お疲れ、残業代絶対もらってね、よろしく。ひろみちゃん、ひろみちゃん、ひろみちゃん、なーちゃん舞台コンサートなので忙しいと思いますが体調第一で無理しないでね。あー、ひろみちゃん優しい、大好き、ありがとう。はるかいた、あ、もうくんだ、もうくん、もうくん、もうくんへ。なっちゃん応援してます。あら、シンプルもうくん、まあいつも合ってるしね、いっか、いつも合ってるから大丈夫大丈夫。わたる、ひらがな、わたる、わたるへ。なあちゃんいつも元気と癒しをありがとう。最近仕事終わって家に帰ってきたらなあちゃんが出迎えてくれるという妄想をすることが増えました。あー、出迎えてくださいってことですね。え、いいよ全然。ダーリン、おかえり。お風呂にする、ご飯にする、それとも、お風呂。あ、はい、すいませんでした、ありがとうございます。はい、サータン、サータン、ひらがなです。サータン、違う、サータンダギーじゃない、サータン。なっちゃん大好き P、 現在アキレス腱を切り松葉杖生活中です。なっちゃんは今まで一番大きな怪我したことありますか。私喉の手術しかしたことなくて捻挫もしたことないんだ。私の一眼レフでユーナモギンを取ることが夢です。これからも応援します。取って、ぜひカメ子さんになって。ひらがな、リュウト、リュウトへ。波動で総合優勝したら好きなチーム曲の MV 撮影できるようなので、ぜひ隣人は傷つかないの MV をチーム A で撮ってほしいです。ダメ、隣人は傷つかないの MV はもうね存在するから撮りません。今の A は派手髪の子が多いので、当時モノクロの MV をカラーで今撮ったら絶対映えます。センターはナーサまでオノシャツ、違う曲で撮ろうぜ MV オノシャツ。リュウトありがとう、素敵な写真使ってるよ。月面パンダ、なんだ、月面、月面、月面住民パンダ、変な名前で可愛いね。なんで笑うの？月面パンダ。月面パンダ。月面住民パンダ。武道館ライブ3日間参戦したなーちゃんもめっちゃかっこよかった。ダンスも歌声も大好きだよ。いつかバラの果実と軽蔑していた愛情歌ってほしい。あ、歌うかも。そんな機会あるかもです。メッセージ書き忘れてるこの人、アキーマル。アキーマル、忘れちゃったの？可愛いね。忘れちゃう時あるよね、後悔しないでね。あきまる、ありがとう。ブータン、ひらがなね、ブータン、ブータン、
に言うと、なあちゃんの顔面が好き、わら、急ですが、私の夢はいつかなあちゃんと握手会に参加することです。それまでに少しでも痩せられるように頑張ります。まだファン歴2年ですが、ずっと応援してます。痩せなくていいよ、そのままでおいで。全然プニプニの手の方が気持ちいいじゃん、握手していったら。だから痩せなくていい。オレンジ台湾さん、オレンジ台湾さん、すべてのなあちゃんを私一番好きです。だからなあちゃんやりたいことを楽しくやれば欲しいです。なあちゃんを見るだけですでに私にエネルギーが溢れています。ファンたちもなあちゃんにエネルギーが溢れてほしい。ありがとう、台湾から来たオレンジさん。エネルギーいっぱいにしようね、二人で。光、ひらがなです。光へサインありがとう。新曲の可愛いなあちゃんもかっこいいなあちゃんもその他のなあちゃんも全部大好きです。優しい光、私も大好きだよ。ありがとう。ヤーノさん、カタカナヤーノさん、やったー、リミスタストーセなっちゃん推してるとなんか毎日が幸せ。舞台にする子ファイナリストライブでもうすぐドボンコンサート、なっちゃんの歌声は聞くと幸せになります。無理せず頑張ってください。ドボンでね、歌声聞こえるから幸せになっちゃうね、楽しみだね。ひらがな、しゅうちゃんあ、やばい、サイン書いてました、その前のやつ書いてます。あ、よかった、しゅうちゃんね。なあちゃんいつもありがとう、本当に大好き。武道館の3日間すごく楽しかったよ。これからもずっとずっと甘えさせて。来週のドボン2周年記念ライブも楽しみ。そう、オンラインで甘えさせてって言ってくるから、いいよおいでって言ってるの、ありがとう。ももかちゃんひらがなです。ももかなあちゃん、あつさん嬉しいです。なあちゃんが頑張ってるから私も頑張れてます。武道館でもプライオリティ生で見てさらに惚れたので、姫にしてください。いいよ、君の王子様になるよ、愛してる。はい、ありがとう。千に笑いで知恵です。めっちゃいい名前じゃない。知恵だって1000回ぐらい笑えるってことでしょそんぐらい笑おうねみたいなことでしょ。ななちゃんこんにちは。リップグロスの MV、 普通の女、普通ななちゃん、可愛すぎて食べたくなります。パクパクしながら MV 見てます。最高。ちえちゃんありがとう、食べてください私のことで。私から、私をこの世から消してください。ありがとう、ごちそうさまでした。まきちゃん、まきちゃんは MAKI、 まきちゃんです。まきじゃん、あなたは何て書いたの、メッセージに。何かな、はじめまして、根も浜からのファンです。舞台とソロコンを見てめっちゃ好きになりました。イケメンなあちゃん最高に素敵です。神です。サインが当たって胸がドキドキ。なあちゃんのこと心から応援してます。大好きで愛してます。私も大好き、愛してるよ。ドキドキしてくれてありがとう、まきちゃん。ドキドキ。かえでちゃん、漢字だ。かえで、そう、奇変。なんでわかるの？そう、さすがゆうちゃん。まだ天才でゆいり。なあちゃんはじめまして。前回おんちゃんのリミッサでなおんが好きですって書いた時、なあちゃんが反応してくれて嬉しかったです。ゆいりのお話し会で人見知りして何も話せなくて失敗したから、人見知り克服したらなあちゃんのお話し会にも参加させてください。全然いいよ、人見知りで失敗してなんぼだよ、そんなの。いいじゃん、それも思い出だからね。ひらがな、大ちゃんことだろう。何もなあちゃん、いつもいつもたくさんありがとう。と同じ時代を生きてくれてありがとう。一緒の時間を過ごすことができて幸せだよ。今日のリップグロス、あの日より輝いてるようでしょ。これからもずっと憧れだし大好き、七恋。大ちゃんかわいい、ありがとう、大好きだよ。あお、マイリン待ってね。マイリン、ゆうちゃんかわいい。私は運転免許を取って間もないけど、なあちゃんの専属運転手にならせてほしいんだ。なあちゃんの好きなところへ運転するよ。どこか遠くへ行ってデートしようよ。どこに行きたい？車で行くなら、そうだな、レインボーブリッジとか走ってみたいかも。あと、横浜の夜景とか見れるところ走りたい。よろしく、アルファードね、よろしく。やこ、やこさん、やこさん、アルファードじゃなくてもいいや。
ベンツね、メルセデスベンツね。はい、かっこいいなーちゃんに沼ったけど、かわいいコンセプトのなーちゃん、ナナピも最高です。はい、天才だし、もっと好きになっちゃった。好きすぎてお話がいつも緊張しちゃうけど、なーちゃんを推してる今が人生で一番楽しいです。ラブ。もうヤコちゃんね、ヤコピー、かわいいよ。ヤコピー、ナナピかわいいやろ。あ、ぴょんだ、この間あったよ。ぴょん大好きだよ。ぴょんちゃんが大好きだ。最近お話し会とかでたくさん話せる機会が多くて、毎回緊張してうまく話せない私に優しくお話ししてくれてありがとう。ドモンコンもこれから始まるお話し会もたくさん会える機会が多くて嬉しい。ずーっとなーちゃん一番に I love you だよ。私もぴょんが一番 I love you だよ。ドボンで会おうね、楽しみ。なんで笑うの？何でもフィードアウトして楽しみ。ひらがな、さーちゃん結婚する、ゆうちゃんするんじゃないか。おめでとうとしか言えない。初めてイベントに参加させていただき、サインとても嬉しいです。大切にします。オンライン初めて参加するので緊張しますが、とてもとても楽しみです。なーちゃんの可愛いところ、かっこいいところ全部好き。これからも応援しています。さーちゃんありがとう、嬉しいです。だいちゃん、あ、だいちゃんなんかメッセージ書き忘れてる。大丈夫、大丈夫そう。え、だいちゃん大丈夫そう。だいちゃんこの曲いいよね。いや、切なくなるね。今度その切ない話しようね。だいちゃんありがとう。ゆうちゃん嫌がりそう。え、何？おい、なんだ。 CK さん、 CK さん、CK さん、アルファベット CK、明治座と武道館お疲れ様でした。なーちゃんのおかげでたくさん楽しい思い出ができた。これからもいろんななーちゃんを見せてくださいね。年末忙しいと思いますが、一緒に頑張って健康に生き抜こうね。 CK さんよろしく、頑張ろうね。あ、しおりだ、かわいい。しおり唇を、すごい音が聞こえる。うん、聞こえる。いつもなーちゃんに生かされてます。これからもなーちゃんの夢を見守れますように。愛してます、ラブ。ドボンもフェルト作っていきます。絶対見つけるね。いつも可愛いフェルト作ってありがとう、しおりたん。緑へ。緑って名前可愛いな。私の友達緑ってさ、同級生何人かいたけどさ、でもなんかみんな可愛いんだよね。こんばんは、みどりんごです。あー、みどりんご、久しぶりのリップグラス。なーちゃんアイドルしてて可愛すぎる。武道館で出たハモリを過ぎた。これからも聞きたい。武道館にドボン、うん、ライブ続きで大変だと思うけど体に気をつけてね。大好きだよ、ラブ。みどりんご、私も大好きだよ、頑張るね。マヨネズさんありがとう。あ、今日マヨネズさんが描いた服着てるよ、見て見て、ゆーちゃん可愛いなって思った。それ、うん、あれ、マヨ描いたっていうか作ってくれた多分。あれ違ってたらごめん。え、そうだよね、君だよね。これでも間違ってたらめっちゃ失礼な人だよね。ヒサリップ発売おめでとう。ネモハも元彼とかっこいい岡田奈が続いて、今回は可愛い岡田奈が見れて私幸せ。いろんな姿を見せてくれてありがとう。どんな奈様も大好きだよ、指ハートって書いてある。ありがとう、マヨネーズ。あ、ね、そうです、わらだってマヨネーズが作ったの。可愛いでしょ。名前があだってひらがなの、あ。なんか名前がひらがなのあってめっちゃ面白くない？あちゃん、あちゃんハート書いたからあみたいになったよ。こんばんは、ニックネーム変え忘れました、かりちゃんです。かりちゃん、久しぶりのリップフロス発売おめでとう。今年も来年もたくさんお会いできますように。いつもありがとう、ラブです。あ名前夏江、メッセージない。夏江メッセージ書き忘れたんだね、あんた。シュガーナイツ、シュ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 ガーナイツ。夏江ありがとう。トール、TORU トール、君はメッセージなんて書いたんだい。今回久しぶりの王道なスタイルは本当に素敵な、超絶可愛いなーちゃん。綺麗な海がやっぱりお似合い。夏が終わってもどの季節でもなーちゃんが一番好き。じゃあ秋でも私が一番好きってことね。ありがとう。オザワールド出た。オザワールド、オザワールドさんのメッセージは君なんて書いてあるの。
いつもありがとう。リミッツ盾を初サイン意外。ご報告2点、ゆいゆいに神推し認定もらったのとおめでとう。今回のリップクロスで新たにヒーさん参加します。一押しはなーちゃんから変わってませんからね。いいよヒーナーゆいゆい、めっちゃいいメンツやん。好きでいて。でもここに戻ってくる。元さや、元さや、ちょっと違うな。本妻か、本妻、元さやだとなんか違うな。鈴江、鈴江、鈴江たん、あなたはなんて書いてくれたの。盆栽に戻ってこいよみんな。3日間武道館、楽しい時間をありがとうございました。キュートなななちゃんもクールなななちゃんもいろんななちゃんを目撃できて幸せでした。今までもこれからも愛してます。言ったね、これからも愛してね。ラスト、やすたか、やすたか、あんたラストだって、すごいじゃん。鍵閉め。そんな安高のメッセージ読むね。 CS 放送での主張で申し訳ありませんが、歌唱力ナンバーワン決定戦ファイナリストライブとても感動しました。歌声も綺麗で好きです。これからも応援しています。真面目か、ありがとう。ということで一部分終わりました。パチパチパチ。今何時ですか？時間通りですか？46分です。46分、押してる？あ、押したらしいです。なのでもう終わりにしますね。ランキングは あ、でもかわいそう。ランキング読んであげよう。かわいそう。14位タコサイ、13位ローエン、12位イサオ、11位イサーちゃん、10位ドングリッコ、9位コウちゃん、8位リサさん、7位ユーガユーナ、6位長尾ちゃん、5位アルマサトリアさん、4位パンちゃん、3位レイカのレイは、2位プーマット台湾、1位ミカデモさん、ありがとう。ってことで一旦一部終わりです。一旦CM入ります。バイバイ。